皆さんこんにちは。島村楽器川崎ルフロン店バイオリンインストラクターの磯川です。本日はバイオリンリペア担当の亀井さんと、一緒にお話をしてみました。今回は特に弓の毛替えについていろいろお話を伺ってみましたので、ぜひご覧になってください。結構ですね、あまり知らなかったこととかがお話聞けて、とても僕自身も勉強になったので、ぜひ皆さんにも見てもらいたいと思います。インタビュー形式になってますので、ちょっと聞き取りにくいところがあるかもしれませんが、ぜひそれを参考になって、見てみてください。では本編ご覧ください。意外に3種類メーターがあるんですけどっていう話をしたら、ああ本気じゃ見ましたって言われて、あれって どこも港未来かバイオリン専門店の方が事前に調べてくれてインタラクスからですねみたいなのがあったので、今まで3種類です。一番いいのがスペシャルで外モンゴルさん。外モンゴルさん、はい、外モンゴル、外モンゴル。じゃあ気候とかそういうのによって変わるってことですか。外モンゴルはなんかもうちょっと北の方にあるみたいで、ロシアとかに近いので、上質な毛みたいです。上質な毛って具体的に毛が強いとかそういうのは弾力に強いとか。弾力はすごいあるんですよ。モンゴルさんとカナダさんだとやっぱ違う。違いますね。もうまずガラッと違います。え、そんなに？もうなんか触った感じで全然違います。そう、質が悪いとか良いとかじゃない？いや、なんていうんですかね、ツルツルしてサラサラしてるんです。カナダが。なので結構カナダさんはリピーター率がすごく高かったですね。あ、そうなんだ。いや、勉強だな。音質が違う。じゃカナダさん使うって人はどういう音出したりとか、そういうクラブ？工房でみんなでこういろいろ貼って試したりとかしたんですけど、結構引っかかりが一番強いかもみたいな。アタックが。そうですね。じゃあちょっとこう音の発音に自信がない方とか使うと結構。でもそれがすごい雑な音色というか、すごいバリバリした感じに聞こえる人もいるかもしれないので、優しくて柔らかい音とかなってか思うんですけど、うん、でもそのカナダさんのにちょっとなんていうかね、黒猫みたいな祭りに合わせて使うと、はい、そういうのもできますよね。なるほど。光が強い分、そうです。なんかちょっと優しい夏やなとか、マイルドな感じになる。そうなるかもしれない。面白いですね。でもまだやってないんで。ここでね。そうなんです。でもこの動画見てくれて、私カナダさんって言ってくれる人がいるかもしれない。ちょっと興味が湧いてくるもん。そうですよね。試してみたくなる。なりますよね。モンゴルさんとは対局というか、結構個性が分かれるかな。そうですね。もしここでやるとしたら、直接やっぱ触ったりとか見たりとかできると思うので、そしたらもう一発で違うのが分かる。じゃあまだ毛替えのそういうの、なんていうか、可能性ってまだまだありますよね。あると思います。違いが選べるっていうのを知らない人はすごい多い。